世界の鉄道一覧朝鮮民主主義人民共和国の鉄道朝鮮民主主義人民共和国の鉄道では朝鮮民主主義人民共和国の鉄道について記す北朝鮮の国民は一部を除いて自家用車はなくまた高速バスなど他の陸上交通機関もほとんど存在しないためタクシーか鉄道がほぼ唯一の都市間交通手段となっている 北朝鮮の鉄道網は、平壌を中心に高密度で形成され、西部路線、東部路線、北部路線、東西連結路線からネットワークが構成されている。2016年時点で、鉄道総延長は、約5 3 0 0トルで、路線の97%が単線だが、約4 1 0 0トルが電化されており、電化率は80%と韓国の69%よりも、 高い。しかし、近年の発電用の重油などのエネルギー、電力不足の中で、この電化率の高さが逆に足かせとなっている。2016年10月には、電力事情が極端に悪化して1日でたどり着ける、区間が10日かかるといった、極端な状況になった。線路の軌道は、標準機と後期、狂気が併用されており、標準機は 61kg マイメートル、 5 0グラム毎メートル、3 8グラム毎メートル、狂気は1 8グラム毎メートルの鋼鉄器が使用されている。枕木は日本統治時代のもの、中国及びロシアの中古品、自国生産のものが混在するが、自国生産のものは品質が非常に低い。枕木は大部分が防腐処理の施されていない木製であり、 コンクリート製の枕木は20から30%程度となっている。国際列車としては、平壌新洋北京間で K27、28時列車が運行されているほか、平壌都満港挟んウスリリスク駅、ハバルフスクモスクワ間を運行する列車が存在する。国際直通運転により、中国、モンゴルロシアの車両と類似している。北朝鮮の鉄道は、 電力事情の悪化で運転しているのは約10%で、切符の枚数は少なく、特に地方から平壌行きの切符の入手は困難である。そして、鉄道員とどうしても乗りたい人民との間に賄賂が飛び交っているという。また、線路の整備が非常に悪く、遅れも多いため、時刻表は役に立たず列車が来る時間がわからないのだという。北朝鮮の鉄道は、 韓国、中国、ロシアにとってメリットとなるために補修工事はそれらの国が投資をしている。韓国は北朝鮮の海上と平壌を結ぶ鉄道の改修、補修に2900億ウォン、道路の改修、補修に4400億ウォンの合わせて7300億ウォンが必要との見方を示した。二千十八年には南北朝鮮の合同チームが調査を行い、 翌年に公表された報告書でも設備の老朽化が指摘されている。特に日本統治時代に作られた完成から100年以上経っている橋が未だに使われており、亀裂や破損が確認されている。朝鮮半島の鉄道路線のうち6 5 3 1トルは日本統治時代までに付設された。最初に付設工事が完了したのは、 1900年11月の経費都市線である。その後、経費線の本数に新入り受管が1906年4月3日に開業した。1910年の韓国併合後、日本は本格的に朝鮮半島北部で鉄道の建設を進めた。以後、軽減線が1919 19年、環境線が1928年と順次開業し、 平岩線も1942年頃には開通した。1945年に第二次世界大戦が終結した時点で、傾斜の大きい軽減線の福慶駅から新高山機関と金剛山電鉄の1 1 6 5トルが電化されていた。北伊38度線以北はソ連の軍政下に置かれ、ソビエト連邦の援助で1949年にマ万ラ線や、 平岸線の一部で電化工事が始まっている。その後、朝鮮戦争が勃発すると、鉄道は攻撃対象になりその多くが破壊されたが、ソ連や中華人民共和国の支援で復旧された。1964年には平木線の電化が完了し、軌道も3 7グラム毎メートルから5 0グラム毎メートルに重量化された。1970年から高原線で、 電化工事が始まり、1986年に全区間で完了した。1990年代に入ってからは、エネルギー不足や保線状況、車両の整備状況の悪化から、運休、遅延が向上化し、さらには、食料事情悪化による買い出しの乗客が増加し、多くの列車が荒廃、殺人的混雑の状況で運行されていると言われてきた。2003年に、 客車の大規模な心臓を行い、その後は窓ガラスがない車両は少なくとも主要幹線では運行されていないようである。路線図急行、準急行、鈍行の種別が存在し、客車は上級寝台、一般寝台、上級座席、一般座席に分けられるという。輸送幹線は国際輸送の一環を担う平犠牲や平ら線だとされる。標定速度は 平らラなど主要路線で30時速 60km であり、情報閉鎖国であるだけに資料なども少ないが、1993年当時の優等列車としては、平らラ系統で、ピョンヤン清津と万光間の急行1.2列車や、平木線系統で、ピョンヤン新ウイジ間の急行,行5.6列車などがあったとされ、前車は週に1.2本シベリア鉄道、ハバルフスク経由、 モスクワ行きの国際車両を、後者も、同様に、信用経由北京、モスクワ行きの国際車両程度連結していたと言われる。なお当時、平壌清津間の所要時間は、急行一1.2列車が下り17時間で、上り14時間半、準急15.16列車が下り21時間、上り20時間、鈍行を乗り継いで25から29時間程度だった、ようである。しかしながら、 実際にはダイヤが守られないことも多く、特に線路や車両の整備状況が悪化した現在では、その半分から4分の1の距離に同様の時間を要したとの話もある。また1993年頃の運賃は、当時の国民の平均月収が70から110ウォンであるのに対し、平壌清津間急行の上級寝台が87ウォン。 ドンコウの一般座席が20ウォン程度だったとされている。現在ではインフレーションが進んだため、その200から300倍になったとも言われる。国際列車としては、平壌新洋北京間で K27、28時列車が運行されているほか、平壌とマンコウハサンウスリリスク駅、ハバルフスクモスクワ間を運行する列車が存在する。ロシア鉄道が担当する列車は、 トマン港駅発着となっている。前車は外国人旅行者も北朝鮮を訪れる時に北京から乗車が可能であるが、国際列車の車両と一般国民の乗車する車両の間に食堂車が連結され、双方の列車の間での行き来ができないようになっている。これは北朝鮮の外国からの情報統制だと思われる。北朝鮮では 最優等列車だとされるその平木線の国際列車でも新ウイジュピョンヤン間に5から6時間程度を要している。後車はかつては外国人の乗車は不可能であったが2018年に解禁された。ピョンヤン都湾交換の平らら線の運行が不安定であるものの月に往復運行されている。中国から国際貨物列車も走っている。またピョンヤンでは 地下鉄や路面電車、トロリーバスなども運行されている。国民が乗車券を購入するには、住民登録証である公民証と警察機構にあたる社会安全部が発行する旅行の目的を記した旅行証明証が必要で、旅行中も携帯していないと検察、安全部員巡回によって強制的に下車させされ、時には逮捕されて強制収容所に送られるという。 昨今では発行条件は食料事情の悪化などの要因で緩和されつつあるが普通に申請すれば旅行証明書は発行まで1から2週間かかるという。しかし実際には発行人にタバコやユーロ、円といった外貨などの賄賂を渡して1から2日で発行してもらっているのが脱北者、亡命者の話として伝わっている。なお北朝鮮の鉄道は 周辺諸国と比較して、曲線区間が多く曲線半径も短いこともあって、韓国より複線化率が低く、南満州鉄道や朝鮮総督府鉄道から引き継がれた蒸気機関車も現在は使われていないものの近年まで残っていたという。また鉄道員には朝鮮人民軍とほぼ同じ階級制度を導入しているが、これは朝鮮戦争時の教訓で、戦時において、 軍と素早く連携しスムーズに物資を輸送するためとされる。国防委員長、朝鮮労働党中央委員会総書記であった、金正日は飛行機嫌いと言われており、金正日は1983年、2000年、2001年、2004年、2006年、2010年の中国訪問、2001年、2002年、2011年の ロシア訪問では専用の特別列車を使った。外遊の帰りには、金正日を乗せた列車が、平木線、立川駅を通過したしばらく後に爆発事故が発生しており、金正日を狙ったデロではないかといった噂も流れた。列車内は、金正日の他に、幹部、側近、秘書、映像化職員、料理人、医師、大勢の警備隊を乗せ、万が一の事故や、 客車防御を考慮して列車は前後にディーゼル機関車を挟むプッシュプルで運行する。国内のみだと思われるが、特別列車の存在を隠すため、本列車発車2時間前と2時間後にカムフラージュのための列車が運行される。特別列車が運行するときは、国内の通常ダイヤが特別ダイヤに変更され、特別列車の通過まで列車の移動や一般人のホームへの立ち入りを制限する。 また、ダイヤを変更するのは、国内だけでなく、中国及び、ロシアも、近正日の特別列車に合わせた特別ダイヤに変更する。ロシア訪問の際は、列車のスピードを40時速50キロメートル程度に制限して、助行運転していたため、シベリア鉄道に大幅な遅れや運休が生じ、シベリア鉄道当局は、それにより、予定を狂わされた人々から、 訴えが起こされ賠償金をを払わざるを得なかった同様の列車は2011年の金正日の死後も運行され、後継者の金正恩も最高指導者就任後の初外遊で父の金正日に習って中国を訪れる際に利用するも同年5月7日の訪中では政府専用機を初めて外遊に利用した。ありがとうございます。